ここは熊本県の人吉インターチェンジから車で15分ほどのところにあります。秘密基地ミュージアムは太平洋戦争末期に作られた人吉海軍航空基地の歴史を学べるオープンミュージアムです。2018年8月1日オープンですから、オープンしてからまだ6年ほどしか経っていません。 資料館の中は展示室になってます。ガイドツアー付きのプランがあり、800円のベーシックプランでは、地下魚雷調整場の見学ができます。1500円のスタンダードプランでは、それに加えて、地下閉鎖号地下作戦室、無線室も見ることができます。2000円のプレミアムプランでは、宿舎居住地区エリアも案内していただけます。 人海軍航空基地資料館の中に入っていくと入り口のところにひときわ目立つオレンジ色の飛行機があります。これは2021年3月1日のリニューアルに合わせて展示が始まった赤とんぼと呼ばれる球産式中間練習機の実物大模型です。そして、この奥の奥方に、 人吉海軍航空基地にまつわる常設展示室があります。また、戦争体験、証言映像を見ることもできます。また、企画展やイベントなどが開催される多目的ホールがあります。私が行ったときは、戦時下の晴れの日展があってました。 人吉海軍航空基地は1943年昭和18年に基地建設が始まりました長さ1.5キロのコンクリート滑走路を備えた本格的な飛行場です翌年からは教育基地として使われ約6000人もの予科連生たちがこの地で学びましたその後 戦局が激化し空襲を受けても戦闘や生産を継続できるように地下に多数の軍事施設が掘り進められましたまさに秘密基地だったこともあり長い間単なる防空壕だと思われていましたしかし2015年にさまざまな軍事目的を持った地下施設であったことが明らかになったのです ここは、人吉海軍航空基地にある地下魚雷調整所です。魚雷調整所とは魚雷を調節したり格納したりする施設のことです。これは単なる防空壕だと思われていましたが実はさまざまな軍事目的を持った地下施設であったことが明らかになりました。この施設は横に曲ががりり道があります。 入り口からの敵の攻撃に備えて魚雷を守るためです。ところで、魚雷とは魚系水雷の略です。自動装置で水中を進み、目標物に当たると爆発する魚の形をした水雷のことです。 これは、環状攻撃機、流星です。胴体の下に取り付けられているのは、9-1式魚雷です。9-1式魚雷とは、海軍が航空機からの投下用に開発・使用した航空魚雷のことです。地下閉舎号は、 高さ2メートル、幅2メートルの寝泊まりするための地下施設です。戦争中には2段ベッドが置かれ、多くの旅館連生たちが寝起きしていたそうです。壁面に無数に残る細い線は、すべて人力で整えたツルハシの掘り跡だそうです。 奥行き80メートルと45メートルの穴が4本ずつ平行に並び、最奥で全ての合が横穴でつながっているという現存する中で最長の地下施設なんです。コウモリの住処になっているせいで、この鎖の先は立ち入り禁止になっていました。私は初めて本物のコウモリの姿を見ることができました。 この階段を登った先にある施設は、地下作戦室、無線室です。施設内の大部分がコンクリートゾーになっており、2つの小部屋が並ぶように存在する地下施設です。穴には換気器具が設置されていたんだそうです。 専用の駐車場に車を止めて、階段を降りていくと、商懇油、管流・作業所跡があります。商懇油を戦争の激化により、入手困難となった航空燃料の代替燃料として製造していた作業所跡です。 松根油とは松の根を還流することで抽出される液体です。飛行場用水路に沿って5基の窯が設置されていました。状態の良い窯と1基が公開展示されています。秘密基地ミュージアムより北に2キロ離れた場所にあるのが。 対門ですこの大門は庁舎移住地区の入り口にありました。